諸君、相場師霊夢大先生だ。本日もゴールドで爆撃していきたい所存。今回もって、前回は大損こいてるんですけどそれは。FX は1日にしてならず、トータルで見たら私の収支は安定しているのだ。ということで、チャートを見ていこう。15分足が大きく上昇した後の、残りカスのような相場だ。あんまり美味しそうではないんだぜ。だけどここで、こう、ショートで入りました。急騰後の戻り売りっぽいけど、よく見ると、すでに一度下落した後なんだぜ。この相場、本当にショートでいいのか、ふむ。よく見ているな、感心したぞ。私の持論的に、ゴールドにおいて、極端に大きなヒゲは、必ずもう一度見に来る、というものがある。今回はそれを狙っている。なるほど。それに矢印の部分で上ヒゲも出ている。上ヒゲによる下落、そしてサイド下ヒゲを見に来るだろうという予測。今回はこの2点から、ショートを選択したというわけだ。確かに、超短期的な下落の波は逃してしまった可能性がある。一番美味しいのは、今ラインを引いたくらいの中でショートを打ち込むことだと思う。だが、そあれを逃してもチャンスは残っている。戦場は、焦ったものから、死んでいく。とにかく落ち着いてエントリーチャンスを探すんだ。ところで、1分足が全然動かないから、面白くないんだぜ。そうだな。1分足レベルで小さなボックスを形成している。上昇後の戻り売りも一段落したから、再度上昇することはありそうだな。一旦、このまま様子を見てみようか。上昇してる。なんだか嫌な予感が。かな、うじゃあ、含み損300万。僕のために貯めた300万。あ、アピアピ。あ、久しぶりにアピアピ入った。なんだか前回の大損トレードと似たような状況な気が。まだ戦える。まだ含み損60万円程度。これくらいの修羅場は何度も乗り越えてきた。この程度でへこたれているようでは、相場師の名がなく。15分足黄色移動平均線下割れを確認。ここから私の反撃が始まるということだ。不安しかないんだぜ。含み損を抱えているから地に不安になってしまうトレーダー諸君。聞いてくれ。そんな不安に対処する方法参戦だ。なんか突然始まった。チャートが変わり映えしなくなってきたので、尺稼ぎとして。尺稼ぎ言うな。まあ、このコーナーも真面目にやるから安心してくれ。5つ目。相場は常にランダムウォークであることを再認識する。2つ目、あと何ピップス逆行しても大丈夫かを計算する。3つ目、損切りする。5つずつ解説していこう。うわ、トレード動画中に解説動画が始まったんだぜ。何言ってるかわからないと思うけど、私もわからない。5つ目の相場は常にランダムウォークであることを再認識する。について、なんだか含み損を抱えていると、この後も、無限に含み損が膨らむ方向に相場が進みそうだけど、ランダムウォークだから、五分五分だから、安心してうんぷてんぷしてください。うんぷてんぷなら全然不安なんですがそれは、まあ逆行し続けるんじゃないか。っていう幻想はぶち壊すことができるはずだ。それでは2つ目、あと何ピップス逆行しても大丈夫かを計算する。これだが、やってる人が少なすぎる。リスクリワードの計算はエントリー前に行うのが常識だが、このデッドラインの計算をしているトレーダーはほぼいない。なんとなくエントリーして、逆行して、証拠金維持率がめっちゃ下がってから、デッドラインが意外と近くにあることに気がつく。負けトレーダーの典型的パターン。それではいけない。エントリー前に、このロットでエントリーしたら、どこでゼロカットされるのかを、必ず確認しておけ。そうすることで、何がいいのか。一言で表すと、今後反転してきてくれそうな場所が何箇所あるのかを確認できる。例えばこのチャート、矢印の位置でエントリーしたとしよう。デッドラインが例えばこの一番上にあったとすると、それよりも手前に、レジスタンスラインになりそうな場所が、2箇所存在する。黄緑と水色のラインだな。今回であればエントリーした後に下落してきているので、そのまま利確することもできただろうが、上昇していったとしても、水色、黄緑のラインが2回壁になってくれる、という安心材料がある。これがエントリーした時には重要だ。なるほど。最初に反発しそうなポイントを探しておくのか。逆に言うと、反発ポイントを探して、それが機能してくれそうなロットでエントリーするのもありなのか。その通りだ。ロットをトレードごとに動かすのは、あまり良くないが、その選択肢はぶっちゃけありだ。それでは3つ目。損切りする、についてだ。損切りしたら元も子もないんだぜ。
その通りなんだが、そもそもトレードにおいて、不安を覚えている時点で、そのポジションは生きていない。ゼロカットか損切りか、まだ選べる立ち位置にいるのであれば、いち早く損切りするべきだ。FX はメンタルとの勝負、不安を覚えているのであれば、その勝負、降りろ。というわけで、解説していったわけだが、下落してるやんけ。はい、大勝利です。とはいえ、含み益50万円程度。これだけ時間を使った割には、といった感じか。まあいい、時間を使ってしまったからこそ、優位性が薄れている可能性がある。ここはこれで理覚しよう。よいしょ。確かに結構長丁場のトレードだったんだぜ。よし、次のトレードだ。次はこのトレードだ。うむ、美しい。ちょうど15分足水色移動平均線にタッチして反発してきたような形。それに合わせて、1分足も黄色移動平均線を下割れしそうだ。もし、この下割れチャレンジが成功するならば、15分足 MA による反発からの、1分足デッドクロス完成からの、霊夢大先生ウハウハからの、大勝利、という構図が出来上がる。確かにそうなったらいいなって思うし、そうなりそうだけど、赤いラインを引いてみると、綺麗な上昇相場に見えなくもないんだぜ。なるほど、そういう見方もあるな。さあ、どちらの分析が当たっているか、見てみようじゃないか。前回の大敗があるから、今回のトレードくらいは2連勝で終わりたいものだ。もしも2連勝したとしても、それでも金額的には大きなマイナスだがな。コツコツ土管を体現したようなトレードをしてしまったが、土管を凌駕するようなコツコツを積み上げることができれば、生き残れるんだ。私がそれを証明する。ふむ。含み益25万円程度。含み損ではないだけマシか。おお、チャートがなんだかよくわからない形になってきたんだぜ。うむ。一応ボックスのような感じだが、美しくはないな。この相場はここら辺で理覚しておくのがいいだろうな。このチャートと、エントリーする前のチャート、15分足を左右に並べてみるが、左のチャートの方が綺麗なのはわかるか。え、わかるようなわからないような。左の方が、波形が綺麗に出ている。そういう時はセオリー通りのエントリーをして、勝てる可能性が高い。逆に言うと、右側のような、波形が綺麗ではないチャートにおいては、ランダムウォーク。つまりは運の要素が強くなってくる傾向がある。そんなところを頭の片隅に入れてトレードしてみてくれ。というわけでこのトレードはここまでだな。ほいっと。ごちそうさまー。さて、そんじゃ収支報告いくか。ふう、100万円超えの利確か。前回の大敗からするとビビたるものだが、まずは勝利したことを喜ぼう。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。